はい、どうも、ワドです。皆さん、こんばんは。2017年12月6日の、22時2分、あ、20時2分ですね。よろしくお願いします。最近ですね、ネットで話題になっている、野田総理がビットコイン3億円分を、持っていると。で、いろいろ話していったら、バリューっていうのが問題になっている。今、ページが出ていますね。で、バリューっていうのは、YouTuber のヒカルさんとかが、問題になったサイトなんですけど、ちょっと僕自身が、バリューに興味があるんですよ。で、やっぱりその花火で募るっていうのはやり方良くないと思ったんで、自分のお金で、ちょっと1万円分買ってみるっていうのどうかなと思って、今やってみようと思います。じゃあ、まずね、1万円分を、まず、ビットコインを買わないといけないのかな？え、まずビットコインってすぐ口座開けんの？ビットコインってすぐ口座開けます？まずビットコインの口座を開かないといけないのか。ビットコインってすぐ開けます？口座。誰か知ってる人いる？ビットコイン。ビットコインの口座を多分開かないといけないんだけど。だよね。ビットコインって開けるかな？すぐ。ちょっとまず、ビットコインを買わないといけないのか。ビットコインも審査があんの？マジで？ビットコインってどうやってやるんだろう。今すぐ無理か。じゃあ、ビットコインの口座を開くにはどうしたらいいの？俺。マジで？ちょっと待って、ふわっちのポイントをビットコインに変える場合、ビットコインどこだ？あれ？ビットコインに変えらんなかったっけ？ふわっちって今ビット、あ、ふわっちはビットコインに変えらんないか。ビットフライヤーね。ありがとう。あ、そっかそっか。ペックスに変えてビットコインに変えるのか。ふわっちから直接はいけないのか。ちょっと待ってね。いろいろ試しましょう。ビットフライヤー。ビットフライヤーを作ればいいの？ OK。ちょっと待ってね。今作りましょう。ウォレットを作るのね。OK。無料アカウント作成。無料アカウント作成と。バリューの QR コードで入金できる気がする。もう作れたっぽいんだけど。もう作れたんだけど。日本円を入金してくださいって何これ？どういうこと？ご本人書類が必要なの？ビットコインって。本人書類が必要なの？ビットコインって。いけそうなの？どうなの？ビットフライヤー作ったことないんだけど、どうなの？みんな。どうなんだろう。ビットフライヤー作っておくか。すぐ作れる？いや、なんか書類がどうのこうのって書いてあるんだよね。本人確認書類。ちょっと待って。やってみようぜ。今ちょっとビットフライヤーの方作ってみようか。1万円で買えるビットコイン数が日によって違う。
いや、あのね、ビットコイン買うんじゃなくて、登録をする感じかな、俺の場合は。要は、ペックスっていうところからやっちゃう。ああ、じゃあ今できないのかな。ご本人資料を提出する。個人番号カードってなんだろう。マイナンバーか。今作れないんだ。まあでも作ろうね。なるほど、これでいけるか。でもこの企画も面白くない？野田ゾーリのバリューが1万円損する。変にさ、パチンコでさ、溶かすよりも全然良くない？野田ゾーリに1万円行くだけでもいいじゃん。野田ゾーリに1万円行くだけでも面白いから。1万円分野田のやつ買おう。株主になろう。あれ、どこにあるんだろう。ちょっと待ってね。野田の買うわ。野田のバリュー買おう。絶対面白い、これ。野田のバリュー買います、僕。今、野田ゾーリだけだよね、やってんのね。みどりさんもやってんのかな？みどりさんのバリューも買おうかな。これさ、いらなくない？ネルさんもやってんの？でもなんか野田の方が面白い気がするんだよな。もう口座はできてんじゃないの？これ。ぴょこたんもやってる？入金が反映されない。雨はね、全然あるから大丈夫なんだけど、
どうしようかな。バリューの、バリューを買いたいと。バリューを買うと。バリュー購入する。購入。購入確認画面。ビットコイン可能額。ビットコインを入金しないといけないのかな。QR コードをスキャン、アドレスをコピーして入金。やり方わかんねえな。カオスやり方わかる？これ。QR コードをスキャンしてアドレスをコピーして。どうなってんだこれ。アカウントができたってことは、多分ビットフライヤーの方には入金できるんじゃないかな。嘘、もう結果出たの？お客様の連携されている登録時のアカウント情報から SN アカウント総合的に判断させていただいた結果、この度マイドバリューはご希望に添えない。あ、価値がないって正式に来た。おめでとう。俺のバリューどうなった？なんでそっちは先に審査終わってんの？そっちは先に審査終わってるじゃん。俺の審査は？カオス頑張ろうぜ。カオス面白えな。バリューなし。0.0 ビットコインも入れちゃったの？じゃあ俺のバリュー買うしかないんだよ。カオスは俺のバリューを買うために、いや、それでもおかしいよね。ビットコイン入金しちゃったんだ。0.0 ビットコインっていくら分ぐらい？日本円で。結構入れてない？ 0.05 ビットコインっていくら？どうすんのそれ。やばくない？とりあえず俺のビットコインフォローしたい？これフォローみたいなのあんのかな？ 0.0055？ 5万円ぐらい？ 0 1個間違った。いくらぐらい？ 5,000 円分ぐらい。ビットコインを、ねえねえ、これさ、ペックスからのビットコインって入れられるのかな？入れてみようか。やってみよう。ペックスのビット、ちょっと1万円分入れてみるよ。7000円ぐらいなんだ。ちょっとじゃあ1万円ビットコイン入れてみるわ。とりあえず。試しに。ペックスを交換。で、ペックスを1万円分。週100、1000万。1万円分。とペックス交換するよ。1万円分交換します。で、今度ペックスから、今交換しました。ペックスに行って、ペックスに行きました。で、ペックスから交換だよね。今度なんかマネーロンダリングしてるみたいだね。なんでなんかそのバリューを買うためにこんなに2点3点しないといけないんだよ。ふわっちからリスナーから花火をもらい、花火をペックスに入れて、ペックスからビットコイン買って、ビットコインからバリューに行くっていう、このマネーロンダリング感半端じゃないよね。金を転がしてるよね。そのたんびに手数料取られるんだけど俺。1万円分野田のペ、野田の買うって結構勇気いるよな。野田ゾーリ頼むぞ。頼むぞ野田。仮想通貨、仮想通貨、ペックス。ペックスに入った。で、ペックスから今度ビットコインに行きます。ビットキャッシュなのかな。ビットフライヤー、わかんねえな。何に変えればいいの。カオスさ、ビットコインにはビットキャッシュっていうのに変えんの？何に変えんの？
ビットキャッシュとビットフライヤーは別？なんか、ペックスの交換先にビットキャッシュっていうのがあるんだけど、ビットコインじゃない？これ。BTC って何？何？ BTC っていうのに行くの？交換先ビットコイン。あったあったあった。ビットコインあった。交換手数料無料だって。ビットフライヤー、ビットフライヤーじゃないの？ちょっと待って。どういうことだ？全然わかんねえな。これでいいんだよね。これで合ってるよね。ビットコインに交換するバイビットフライヤー。これでいいんだよね。これでいいんだよね。ペックスの。合ってる？合ってるよね。これだよね。この1万円を、今、俺それどころじゃない。俺の7000円が消えた。じゃあ行くよ。アカウント ID 見せらんないか。ごめんね。ビットキャッシュは別だけど、これはビットコインだよね。これビットコインだよね。合ってるよね。でもビットコインの価格が下がったら意味ねえかんな。これビットコインありきじゃん。今それどころじゃない。笑えるよね。確かにそれどころじゃないよね。それはお気持ちはわかる。カオスはもう今働いてないから、多分本当に命がけの、本当にやばい感じなのがすげえ伝わってくる。OK、自己責任で、じゃあ変えるよ。OK、アカウント ID でこれを入れるでしょ？で、1万円分だよね。1、10、100、1000、万、10万。10万。これでいいのかな？確認画面へ。入ったか。お、できたできた。交換内容が0.00006ビットコインいくよ。いくよ。いくよ。交換するよ。できるっぽい。いくよ。いくよ。0.006ビットコイン。生まれて初めてビットコイン買うよ。買うよ。いくよ。交換。で、交換したでしょ？0.006ビットコイン。いった。買った。ちなみにビットコインの、あ、買った。交換受付終了。で、交換したと。っていうことは、ビットフライヤーの方に俺のビットコインが入ってるはずでしょ？それはどこでみんな？俺のビットコインどこ行った？ 俺のビットコインどこ？初ビットコイン買いました。俺のビットコインどこだ？ 来たぞ。俺ビットコイン保有したか、ついに。絶対やらないっつってたのに。で、どこ？ 俺の金どこに表示されてんの？俺の金どこ？俺のビットコイン。どこに出んの？俺のビットコインどこよ？ なんで俺のビットコインないの？今140万なんだ、ビットコイン。で、みんな俺のビットコイン知らない？どこにあんの？ちょっと待って、どこに行ったの、俺のビットコイン。ビットフライヤーの、どこを見ればいいの？アカウント情報？アカウント情報を見んの？どこ？残高ゼロ？あった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 。0.006。あったあったあった。オッケーオッケー。クリアクリアクリア。俺のビットコインできた。これだ。これでしょ。俺の残高ビットコインこれでしょ。合ってる？合ってるよね。俺のビットコイン0.006ビットコインだよね。これ1万円分なの、今。OK？OK、OK？ あった？あるよね。これでいいんだよね。これでいいんだよね。ビットコイン。0.00681。合ってるよね。OK、OK、OK。
で、ビットコインは買えたと。で、今度バリューだ。で、野田のバリューに行くと、今度は。野田のバリューが、野田のバリューがどこだ？めんどくせえな。野田、これだ。え、その三角のアイコンってどれ？左の三角、その左の三角、左の三角、これホーム、これ、ああ、資産状況なんだこれ。ビットコイン資産これでしょ。え、1万円がもう下がってんだけど、ちょっと待って、さっき1万円で買ったのがもう200円下がってんだけど、怖え。ちょっと待って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 、買った瞬間に200円下がったの？買った瞬間にもう200円下がってんの俺の。ねえ。ねえ。どういうこと？え、どういうこと？え、そういうことでしょ？買った瞬間にこれ200円下がったってことでしょ？え、超怖くねえ？何これ？え、どういうこと？どういうこと？ビットコイン。あ、上がってる値段。怖っ。怖っ、ビットコイン。え、こんなに値動き激しいの？そんなもんなの？え、今買いじゃなかったの？え、220、ちょっと上がってるけど、もう一回クリックするよ。え、ビットコイン怖くね？あ、だからもう FX 状態なんだ。ビットコイン自体が。やば。怖っ、ビットコイン。ビットコイン怖い。早く買おう、バリュー。で、バリュー、なんだっけ、三角のってどれ？これ？ビットコインレーティング？これ？カオス。いや、ビットコイン怖えわ。え、じゃあ今、この瞬間に5000円に変わるかもしんないの？左のタブのピラミッド、これか。それ、キャプって大丈夫なの？キャプって大丈夫なの？で、これで何？これ何？カオス怖いって。何これ？え、何何何？なんか落とした。なんか落としてる。チャートなんだ。低負荷モードへ返し。これがビットコインの。はあ。これで取引すんだ。え、こんなに取引されてんの？押さねえよ。絶対押さねえよ。これが仕事なんだ、カオスの。これが今のカオスの仕事だ。7000円を元手に頑張ってんだ。それはなんかな、7000円を、ここから送金ができる？どうやって送金すんの？うわ、怖え、売り買いって書いてある。え、っていうかさ、よくよく考えたら、これじゃあFX じゃなくてビットコインレート雑談できるってこと？そういうことじゃないの？ビットコインでさ、これさ、チャート見ながらできるってことじゃないの？え、ネットの闇に飲まれたじゃなくて、どっかにあるでしょ？何を7000円一瞬で失ってんの？なんか俺もなんかすげえ、心もとないからやめて、なんか。かわいそうだわ。なんか俺のせいでみたいな感じな。俺の悪ノリでさ、俺のバリュー買ってよ。で、どうすればいいの？え、で、送金はどうやってやんの？できなくない？送金はどうやってやんの？ちょっと待って、さっきのページに戻りたいんだけど。ビットコイン怖え。あ、値段怖えわ。左上の3？何？左上の3。え、なんだ？左上の3ってどれ？これ？これで？入出金かな？どれで、その、なんか、バリューを買う。バリューのページ行くよ。バリューで、こう、買うじゃん。野田のバリュー。え、野田のバリュー高くね？野田のバリュー高くねえか？え、野田のバリューやめていい？俺ビットコインの方が楽しそうなんだけど。野田のバリューさ、1個1万円なんだけど。
高くねえかちょっと。ねえ、だって値が動いてないんだよ見て野田のバリュー値が全く動いてないじゃんちょっと怖いでしょ。野田のバリュー多分今までで一個も売れてないんじゃないのこれ。ねえ、一個も売れてないじゃん。やだ怖いよ。売買気配ゼロだよこれ、野田のバリュー。だったらこのビットコインのこっち側で遊ばない？こっちの方がなんかビットコトレード面白そうじゃないの。なんか野田のバリュー、そう、なんか冷静になったら怖くなってきたんだけど、これ野田バリュー腹立つわ腹立つわ。これトラップでしょ野田バリュー。え、野田ゾーリにさ今いくら入金あったのか聞いてみたいよね。この顔トラップでしょ。どうしよう、ちょっと待って、ビットコインが気になってしょうがない。今いくら、俺のビットコイン1万円で買ったビットコイン200円損してるじゃん。なんかペコンペコンチャートが動いてるんだよ。あ、いや自分がビットコイン買うと思わなかったかんな。いや野田総理の LINE 知らないんだよね。いや怖え、ビットコイン反映までに早ければ数時間に2日かかる場合があると。今後ともバリューに飲み込まれたから、カオスは俺のバリュー買おう。5万発行したんだ。あ、37バリュー売れてるんだ。売れてるんだ。え、それどこで見れんの？野田バリュー。野田バリュー売れてんの？どこに書いてあるそれ。野田バリューちょっと見てみよう。野田バリュー。野田バリューどこ？野田バリュー。なんか、チェック欄みたいのないのかな？野田バリューの。これが野田バリューでしょ？あー、いっぱいいるいっぱいいる。仲間がいっぱいいる。え、ぴょこたん買ってるじゃん。え、これぴょこたんが20バリュー買ったって20万円分買ったの？あ、この人たちが買った人なんだ。え、ってことはここにも俺のサムネ書かれるってことっていうことだよね。そういうことだよね。ぴょこたんすげえ大株主じゃん。ぴょこたん20万近く出したってことでしょ。面白えじゃん。7バリューだから7万円払ってんだ。仲間で買ってんだね。ちょっと面白いね。ちょっと面白いわ。ちょっと面白いね。この人誰なんだろう。何千バリュー来た？え、ちょっと待って。え、どうしよう。バリュー買おうかな。ていうか、俺のバリューどうなったの？俺の審査どうなったの？審査完了までしばらくお待ちください。なんかピコンピコンバリューすげえんだけど。バリューじゃない、ビットコイン。あなた？ビットコイン来た？いや、面白いじゃん、面白いじゃん。俺審査中、なんでカオスは審査終わったのに。え、これフォローみたいなのあんのかな？保有中のバリューないよね。うん。え、でもこれ面白いな。消えたビットコイン、消えたバリュー来てるのはいいな。うん、野田のバリュー、みんな買う？どうする？野田バリュー。バリュー、野田バリュー、怖え。怖えな、野田バリュー。うん。なんかビットコインピコンピコン言ってるね。え、で、なんだっけ？ビットコインはどうやって、その、買えばいいの？これのどこで、入出金かな？入出金？ん？なんでクリックできないの？ビットコイン動かせないんだけど。え、どうやってやんの？え、どういうこと？どういうこと？俺のビットコインどうなってんの？それが気になるんだけど。俺のビットコインは入出金できないの？
クリックしても何にもなんないんだけど。野田に1万円払う時代がね、入出金、資産残高、まあ0円だわな。入出金、低負荷モードだからかな。これ、入出金ってどうやってやんの？あ、じゃあこれ、日本円だ。日本円だ。どうやってやんの？これをバリューに入れるのは。いや、ビットコイン入ってるでしょ。ここにビットコイン表示されてるよ。低負荷だからかな。高負荷に変える？高負荷モードでやってみようか。うん、さっきのなんだっけ、ビットコインの、これか。これの高負荷モード。あれ？低負荷になってる？これ違う？この画面。これじゃないの？すげえ爆上がりしてんじゃん。爆上がりしてんじゃん。すげえな、ビットコイン。これ？これの入、何、どこを見ればいいの？なんか気分はできるやつだね、こういう画面ね。どれ見ればいいの？これの入出金？入出金クリックするよ。で、この画面からどうやって出すの？あ、これか。ビットコイン誤送付ってやつ？これかな？下の方にある、これじゃない？これ？違うな。どれだろう。ビットコインを引き出したいんだよね。その前にバリューの QR コード付きのやつが先？それはどうやってやるんだろう。ちょっと待って、バリューの QR コード付きはどれ？それがわかんねえわ。どうしよう。怖い怖い怖い。野田のビットコインマジで怖い。これのどこ？ビットコイン、ビットコイン、どれだろう。バリューのこれが俺のページなんだけど。怖え。バリューユーザー、どれだ。口座の管理ね。自分のページから行くわ。口座の管理、口座の管理、これをどうすればいいの？これをコピーして入金。で、で、このアドレスを、これをどうすんの？これをコピーして、で、クイック入金か？入出金、どれだ？どれだ？ライトジングに戻って、ビットコインの送金。ビットコインの誤送付、これだ。これ？ビットコインの誤送付？ビットコインの誤送付。これか。これで合ってる？ラベルってなんだろう？ラベルって何？どうしよう。買おうか迷うな。でも野田に1万円払うの、怖いんだけど。ビットコインアドレスにコピペ？どうしよう。アドレス、ラベルは、ラベルは何も書かなくていいの？ラベルは何も書かなくていいの？今更だけどさ、よくよく考えたら野田に価値ある？ 1 万円の。野田に1万円の価値ある？いけい、分かったよ。ちょっと待って。じゃあ、貼るよ。1万円、まあいっか。企画だもんな。ちょっと待って、送金するわ。ほい。
で、ラベルはなしでいいのね。うわ、怖え。ん？なんだこれ。え？これどうすればいいんだ？え、どうやってやんだ？え、どういうこと？どういうこと？あ、数量を決めるんだ。はいはいはい。0.006 ビットコイン。で、これを送金するの？え、どうやってやんの？え、どうやってやんの？え、どうやってやんだ？あ、そういうことか。え、これで送金みたいなのがないんだけど。送金みたいなのがないんだけど、どうやってやんの？わかった、野田買うわ。買うけど、送金みたいなのがないんだけど、送金ボタンみたいな。どうやってやんの？やり方がわかんないんだけど。GO みたいなボタンがないんだけど。ヤバゾウいねえな。どうすればいいんだろう。どうやってそんなやるの？追加するっていうか送金するには。優先度って何？ビットコインをそのなんつうの送れないんだけど。ビットコインを送れないんだけど、どういうこと？どうやってやんの？このアドレスに送金？このアドレスって何？え、何何何？ちょっと待って。お前に行かねえわ。なんでカオスに金やんだよ。どうやってやんだ？アドレス、なんかよくわかんないんだけど、ちょっとみんな助けてね。今こういう画面なんだよ。で、0.004 ビットコインだけど、これ GO みたいなのはどうやってやんの？これどうやってやんの？だからその入金ボタンみたいなのがないのよ。0.68 ビットコイン、0.64 で 0.68 になりますって出てんだけど、なんつうの？これをどうすればいいの？この GO ボタンみたいなのがないんだよ。これをどうすんの？え？全然わかんねえな。わかる人いる？誰か。え、なんでコメント止まったの？黄色い枠に何か警告？暗証番号設定してないってことかな？ちょっとやってみるわ。携帯番号？ちょっとなんか設定するのかな？ちょっと待って、暗証番号かな？あ、これか。これかな。これで OK かな。あれ、ビットあれがなくなった。ビットピラミッドでセキュリティ設定してなかったわ。 OK で入出金かな。で入出金で送付、ビットコインの誤送付でビット、これに、俺消えてないよな、大丈夫だよな。え、ビットコイン、
大丈夫かな。あ、ラベルってこういうことか。わかった。ラベルって要は自分のバリューだって書かないといけないんだ。意味がわかった。ラベルは要は名前なんだ。分かった。意味が分かった。野田に投資か。まあこういうことがパッとできるようになんないと遊びじゃねえよな。こういうことができるようになんないダメだよな。ああ、胃が痛え。胃が痛えな。野田ゾーリ頼むぞ、爆上げしてくれよ、バリュまた値段下がってる、俺の場合。ちょっと待って。俺の、ちょっと待って、待って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 。ビットコインが爆下げしてるんだけど、この数分で。あ、上がってる上がってる上がってる。よかった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 。ビットコイン、意外ってお前らこんなこと毎日やってんの？お前らすげえな。お前らすげえな、マジで。こんな胃が痛くなることずっとやりながら俺の放送見てんだろ？闇深え。胃が痛え。胃が痛え。値段が下がっただの、上がっただの。あ、マジで胃が痛え。胃が痛くなるでしょう。確認コード？何、確認コードって。え、何、今度 Gmail に行くのめんどくせえ、マジで。まあ飲み屋に、そうだよな、小せえな俺、小せえな。そうだな、今度確認コードだって。何それも。えー、野田のバリューやだな。え、みどりさんのバリューにじゃ買えない？ああ、俺のビットコイン消えた。はい、バリューに確認します。バリュー確認します。俺のビットコインは？俺のビットコインは？後ろのバッグはね、渋谷の、なんだっけ、ヘルツです。俺1バリュー買った？え、野田のバリュー買ったの？え、野田のバリュー買ったの？マジで言ってんの？え、野田のバリュー買ったの？え、俺のバリュー買わずに？渋いでしょ、いいでしょ。え、ちょっと待って、俺のビットコインどっかに消えたんだけど。え、俺のビットコインどこ行った？え、ちょっと待って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 。俺のビットコインさっき入金されましたっつって反映されないんだけど。ちょっと待って、俺のビットコインは？どうなったの？どうなったの？ちょっと待って、俺のビットコインは？俺のビットコイン消えたんだけど。どういうこと？どういうこと？ちょっと待って待って待って、何これ？消えたんだけど。これ俺のページなんだけど、ここに利用可能ビットコインゼロなの。口座に。だけど、利用可能ビットコインゼロになってるでしょ？だけど、ここにビットコイン入金されましたってどういうこと？え、何これ？
ビットコインは 0.064 ビットコイン、1万円分ね。これが、どうなってんの？反映されてないんだけど、利用可能ビットコインに。何これ？え、どういうこと？不用意に画面を映すな。すいません。どういうこと？反映までラグがあるってこと？あ、なんか書いてあるわ。あ、なんか 50% って書いてある。うん、なんかブラックホール見たら、ブロックサイファーみたいなのが40何パーセントってなってる。ラグがあるんだね。うわ、野田のバリュー買うのか、俺。いや、今、なんか送金してる。なんか、その、要はあれでしょ、これが例の暗号化ってやつでしょ。いや、怖え、マジで。これが例の、ビットコインの暗号化ってやつだ。これが噂の。うん、そこはやめなさいよやめなさい、自分の宣伝やめなさい、ビットコイン小豆めあ、でも面白いね、ビットコインで入金とかできるんだ、支援ビットコインでできるんだ。おお、3分かかるみたいなこと書いてあんだ。うん、俺のを貼りなさい、俺の。でもすごい時代だな、なんかな。うん。株主優待見てみる？野田総理のどうなってるか。株主優待。株主優待どうなってんだろう。野田買ったはいいけど、これ売るのか。え、買ったってことは売ってるってことでしょ。買った、だって野田総理の買ったんでしょ。ってことはもう売ってるってことでしょ。なんかさ、これさ、野田総理のさ、あれが欲しいんだけど、なんつうの、そのお気に入りっつうか、ブックマーク的なのないの。なんかそれがこの機能に必要だと思うんだけど。バリュー、野田総理のブックマーク機能みたいなの欲しいな。ページブックマークはなんかやだ。野田、要はの、なんで野田なのかもよくわかんないし、ウォッチリストかな。カカオプロも始めたっぽいよね。なんだろうね、なんでこんなバリュー流行ってんだろう。野田総理のバリュー、野田野田バリュー、野田バリューのところに行くと、あ、ウォッチリストか。野田のバリューどこだっけ。めんどくせえ。野田バリューを
カオスどこ？カオス映ってなくね？クソカスカオスいんの？え、クソカスカオスいないんだけど。あ、いた。買ってる。カオスいた。これカオスだ。クソカスカオス。買ってるわ、本当に。買ってるよ、バリュー。うん。買ってるよ、バリュー。買ってる。いた。うん。これがどうなるっていうか、どうなるんだろうね。だからそれが怖くてバリュー手出せないんだよ。買ってるわ、本当に。うん。買ってる、買ってる。胃が痛え。マジで胃が痛え。捨てたつもりでぶち込んでたビットコインだから、はい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 、これどうなるんだろうな、バリューで、このバリューを取引するのはビットコインでしょ、仮想通貨の仮想通貨みたいな感じなんだ。ややこしいな。仮想通貨の仮想通貨だ、バリューは。ああ強気なんだ。アコムを基軸に生活するってすごいよね。ああアコムを基軸に生活ってすごいよな。ちょっと待ってね、ビットコインがバリューに入金されるのを確認しよう。あと俺のバリューが発行されない問題はどうなんだろう、うん、どうなってんだ。もう何が何だか分かんねえな、こうなってくると何が何だか全然分かんねえ、マジで。カオスですよ、それこそ。頭痛い。やってみないとわかんない。アマゾン届かないからタバコ買ってくる。はいはい。すげえな。よくこんな変動相場なものにトライできるよな、みんな。なんでこんなさ、危ないものに手出せんの？野田さんを煽ってバリューアピールさせて、購入者が増えたところで売却。頭いいね。うん。いや、株主になるわけだもんね、野田総理の。うん。野田総理の株主になるのか。
バリューどうなった。配信で生活しようってのをよくよく考えたらそっちの方がリスクなんだよな。そうだよね。働いてないで花火くださいって言って生活してる方が危ねえよな。全然俺の人生の方がリスキーじゃん。いや、なんかありがとう。冷静になったらそうだわ。よくよく考えたら俺の方が全然リスキーじゃん。そうだよね。明日花火が来るとは限らない生活ずっとやってんだもんな。確かに。うん、そうだわ。俺の方が全然ギャンブラーだわ。昨日7万円、ま、負けてるし。なんかそう考えるとあれだな。うん、そう考えると全然普通だな。うん、いやいや、言われてみて気がついたわ。お前の人生の方が全然リスキーだわっていう。うん、確かに。うん、なんで気づかなかったんだろう。盲点だった。いや、自分のことって意外と分かんねえもんだな。うん、ていうか入金遅えな。うん、入金遅え。あ、入った入った。入りました。ビットコイン入りました。ビットコイン入った。あとは買うだけ。あとは買うだけだ。あとは買うだけ。マジで買うの？いや、紙切れっていうか、バリューが潰れてもダメでしょ？買い戻すってことできんのかね、自分のバリュー。どうだ。あと買うだけだな。あと買うだけだな。どうするか。あー、1万円もうバリュー入れちゃったしな。買うか、野田造り。誰買うかな。野田造り。野田のバリューは。くそ。あ、カオスから半値で売ってもらうっていう。買うか。買うよ。いいっすか、勇気もください。いいっすか？ボアリュー買います。嘘だろ。嘘だろ？夜9時回ったわ。嘘だろ？今入ったのに。マジかよ。持ってるな。今9時1分だよ。嘘だろ？この企画殺し、たった今入金されたんだよ俺。嘘だろ、今買うところだって。マジか、マジか。いやはい、ということで、皆さん、ありがとうございました。野田造りをの、バリューを買う枠でした。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。